都市ガス株式会社がお送りします。今日はタッカンマリ、ある魔法で旨味と風味がアップします。今日の先生は天谷調理製菓専門学校の吉田先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月のテーマは体を温める旨辛グルメです。はい、はい、今日はタッカンマリを作ります。タッカンマリ、はい、韓国でいう水炊きのような鍋料理でして、はい、タデギという辛い調味料をつけて食べるんです。鍋自体がもともと体温まるんですけど、はい、そこに辛みが加わってもう本当に体が芯からポカポカしてきます。寒い時期にぴったりですね。はい、では作っていきましょう。はい、まずは鶏肉です。はい、はい、もともとタッカンマリって鶏1羽って意味なんですけど、なかなか家庭で鶏1羽ってなると大変なので、今日は手羽元ですね、はい、を使います。あとは食べやすいように鶏もも肉ですね、はい、こちらで作っていきたいと思います。手羽元です。皮と身の間に切り込みを入れていってやるといいと思います。手羽元を8本です。はい、はい、では続いてもも肉、ちょっと今日はかなり大ぶりなものですね。はい、鶏もも肉1枚です。はい、こちらも食べやすい大きさにカットで構いません。続いて鶏肉に塩麹を揉み込み 2,3 時間置きます。では鍋に入れるお野菜です。はい、長ネギは5センチ幅に、じゃがいもは皮を剥いて輪切りにします。さらに生姜を薄切りに、ニンニクは2かけ分用意しましょう。はい、ではタッカンマリのこの主役のお肉を今から鍋で炊いて出汁を作っていきたいと思います。はい、まずお鍋の中にお水6カップ分入れておいてください。はい、そこに酒、そして塩麹に漬け込んだ鶏肉、長ネギの青い部分、生姜、さらにニンニクを入れ強火にかけます。はい、では今日の旨辛の主役ですけど、はい、タデギの方作っていきます。この辛さがまた癖になると思います。はい、混ぜ合わせるだけなので非常に簡単です。はい、はい、ではこちらです。粉唐辛子大さじ2です。はい、さらにニンニク、生姜、砂糖、ごま油を入れます。このままだと辛いだけの調味料なので、旨味と塩味を加えるあれを入れましょう。うん、あれ、ここでマジカル、ナンプラーの魔法で旨味と風味をアップさせます。はい、ではナンプラーです。はい、ナンプラー大さじ1です。はい、何もなければもちろんお醤油とかで構わないんですが、はい、お肉の旨味も魚介の旨味も元は同じイノシン酸系の旨味っていうのがあるので、よりこの旨味が複雑さが加わって美味しくなると思います。うん、つまりこの魚醤と肉の相性がいいということで、はい、今回、はい、ナンプラーが、そうですね、ちょっと入れてみました。はい、選ばれたということで、はい、これでタデギの完成となります。はい、では鶏に火が入ったと思います。はい、じゃあもうちょっとこの青ネギとかはねいらないので出しておきます。生姜とそしてネギを鍋から、はい、取り出しておきます。はい、取り出します。続いてじゃがいもと長ネギの白い部分を加えてさらに10分煮ます。はい、ではそろそろ煮えてきたと思います。こんな具合に出来上がりですね。うん、グツグツと煮えた鍋、はい、どんな味なんでしょうか。そうですね、はい、あとはこちらを熱々の状態で器に持っていただいて、タデギ少しと、薬味を添えてお召し上がりください。ではいただきます。もう辛い辛いけど美味しい。結構少量だけ混ぜたつもりだったんですけれど、思いのほか辛いですね。はい、
まず辛みがない状態のスープでも美味しいですけれども、そこにこの辛みがあるタレギを入れたことによって、まあ、味の変化というか、はい、なんかより一層こう体がポカポカと温まるような感じがありますけれどもナンプラー入れたことによって香りっていうのもすごい引き立っていて美味しいですね。塩麹で十分な塩気はついているんですけども、はい、まあ、大人の方もうちょっとっていうんであればポン酢とかで召し上がっていただいても美味しいと思います。タッカンマリ、材料は4人分です。今日紹介したレシピは FBCI と FBC アプリでも公開しています。ぜひチェックして皆さんも作ってみてください。今日はナンプラーの魔法で辛さだけではない旨味と香りが加わりました。ほんとマジカル。